せんじゃねえのか、わしはよ。説明しろよ。おい山口、おい、ブラック、何言ってんだよ。説明しろ、お前は先輩やれって。誰がどうすんだ、今日の試合は。こういうの何だったんだよ。何しかねえだろ、お前。きついの分かるよ。俺らだって悔しいし、みんなだって悔しいの、めちゃくちゃ分かるよ。スタッフだってコーチだってみんな悔しいの分かってるよ。それでも結果出さなきゃいけないじゃん。それが俺らじゃないの、プロじゃないの。ここまで頑張ってどうにか信じてやってんのよ、この戦い方。佐藤さんのやり方、必死に粘って頑張ってるじゃん。だとしたら俺ら結果出してくれるの待つしかないのよ。今日だってすげえずっと頑張って応援してたでしょ。伝わってるか分かんないけど、こんな試合になってもこの前の試合の後でもこんなにやってるのって簡単なことじゃないのよ。もっとそれをさ、みんなに感じてもらわないと。それは選手もコーチさんとかフロントとか監督もコーチも、どれだけ俺らがしんどい思いしながら我慢して声からしてると思ってるのか。それはもっとアクションで起こしてくださいよ。しんどいの分かるよ。でもさ、名残に下向いてたらよくなんの。選手たちでさ、ぶつかってたらよくなんのって言ったら、頼むよ。それでもさ、今日だってさ、8000人9000人うちのサポート集まってんじゃないですか。答えてよ。応援ありがとうございました皆さん。いい結果でなくて申し訳ありません。ずれてるな。あたしなんか言えよ。みんなで乗り越えるようにやるから。みんなで一丸となって諦めずやります。だから応援してください。どこが一丸となってんだよ。どういうこと。何が言うんだよ。だからみんなに本当にありがとうという気持ちは持ってます。だから論点ずれてんだよ。全員が当たり前だと思うんじゃないぞ。言ってんの、こっち見ろよ。その気持ち分かるから、みんなでやるから。見せろよ、じゃあその気持ちが。この状態、何年返してるの。よくないじゃないですか。実況しますやります、やります、やります。みんなの気持ち分かってるから本当に。何言ってんの。誰もいないじゃん。時間が持ってない。今日は申し訳ありません。みんなで、みんなで、もう一回、もう一回使うけど。ありがとう。本当に申し訳ない。でも諦めずやれば、あと17試合。おさむが言ってくれた気持ち、みんなの気持ちだと思ってます。だから、絶対諦めずにやります。ここのメンバー約束します、今日。これ本当にさ、選手たちもさ、監督もコーチのみんなも同じっすか。本当に別にそれで反応してほしいと思わないで。もう一回さ、みんなで武器揃えて。やってくれるんすか。やってくれるの。静かに長くこんなにしんどくても2ヶ月も3ヶ月も待たなくても、それでもこんなに待って、あっちのスタンドもこっちのスタンドも俺ら合流だなって、どうにかしようとしてんのよ。選手もどうにかしようとしてんのはめちゃくちゃ分かるし、すごい伝わってるし、だからこそさ
負けててもどうにかしてやろうって気持ちはもっと見たいし、どんだけ勝ってても最後までやんなきゃいけないなって気持ち見せてもらいたいし、それを約束してほしいよ。なんで何も言えないの？言えないよ、しょうがない、しょうがない、何も言えないですよ。喧嘩するだけだろ。ただ、ただ長くなって思い出せない。こんだけ聞こえてるかどうかもわかんないけど、高齢者の人が、長ゲートの人がメインの人が待っててくれてんのよ。こんだけやってんだ俺らは。それだけの力になってるか、俺らがもっと足りねえんだったら足りねえって言ってくれ。その代わりお互いそれでよくして上行くんだろ。残留とかみんなこと言ってる場合じゃねえんだよ。俺らは上を目指すんだろ。だったら下の代表で何言ってんだろ。何の人も素直にやってください。その代わりちゃんと結果に起こすようにやりましょう。一緒に信じてやってるんですから、信じてんだから頼みます。本当にみんなお願い、頑張ろう。もう一回あと十何試合、最後ちょっとでも笑える回数増やして、ちょっとでも笑って終われるように、誰が引っ張ってくれてもいいから。